パーティー構成ディレクターとちょっと相談しまして、もうすでに決めております。ちょっとディレクター山口くんお願いします。まずは、純平くんをちょっと選ぶ、はい、こうやって話しかけると一緒に行こうと、はい、やってる、うん、でこうやってこうキャラクターですね、同行するキャラクターを選んでいきます。次は、おーパイセン、パイですね、うん、はい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 、男で最後は男、みつる、うん、おーほーほー、今回はちょっと皆さんにお見せするこの4人でちょっとお見せしたいなと思ってます、うん、なるほど、こういう構成です、はい。で本当はですね、このまんまのその長い階段を上がって、まあ、2階3階でずっと上がっていくんですけども、ちょっとね今日お見せしたいところがありますんで、うん、ちょっとその装置を使ってワープして、ちょっと今回82階かなからちょっとスタートしてみたいなと思います。82階、はい、随分残りました。なぜ82階かはちょっと聞かないでください。何か理由があるんですね。何か理由があるんですね。これこの辺も多分あんまり皆さん見たことないのかもしれないですね。ヤバザ全部新しく作ってます。はい、ダンジョンスタートしました。タロタロスね、カジさん、ね、知ってると思うんですけど、はい、どうですか。めっちゃ、まあ、今度変わってる感じですよね。当然ながら描写力は段違いですね。そうですね。うわあ、でもこの主人公の走り方が懐かしい。リフォルメの時そのまんまの動きしてるじゃないですか。そうですね、うん、こういうところは懐かしいね、うんうん、こうねちょっとなんかこう動きがあったりとか、あと今、うん、カメラをちょっと上にしてみたりする、はい、カメラをこうやってねグリグリ動いたりする、全部作ったりするんですね。ちょっとなんか立体的に感じますね、タロタロスの構成が、ね、はい、ギミックもちょっとあったりするんで、ここも気は抜けない、はい、こうやってなんかギミックちょっとあったりするんですよ。なんか壊すとなんかちょっとねなんかもらえたりと。宝箱的なものですかこれは。宝箱まであのこういいものではないんですけども、ちょっとしたアクセントとして、終わってこれちょっとこうダンジョン出るとなんか お小遣いになったりとか売ったりとかするとかね、そういう簡単なものです。壺のポジションですか。壺、あーそうですね、道すがら割られる壺のポジションですね。ここまで強くなるのか。はい、なのでじゃあ、お、いますよ。いますね。あら、じゃあ、戦闘行ってみますか。これ決めてくださいよ、これ。はい、いけるかな。はい、よし。はい、戦闘入りました。これはですね、シーズアドバンテージ、まあ、いわゆるこちら側のプレイヤー側の、先制攻撃になります、うん、はい。で、早速、まあ、戦闘なんですけども、ペルソナをちょっとね、ご存知の方、ご存知じゃない方もに説明しますと、まあ、ペルソナの戦闘スタイルというのは大体のこう弱点、今ね、ウィークで出てますけど、攻撃の、質によって弱点が決まってまして、その弱点をついて、敵を全員弱点で、ダウンさせて、で、うん、総攻撃というのが、うん、まあ、基本的な、メインの流れかと思います。うーん、はい、まずはちょっとその辺をお見せしたいなと思います。じゃあ山内くんちょっと見てください。はいはい、ダウンしました。ダウンするともう1回、攻撃ターンが回ってきます。ワンモア、はい、でここでですね、新しい、仕組みシフト、もう情報をちょっと出してるんですけども、はい、他のキャラクターに攻撃を、こうバトンタッチできるようにしてるんですね、はいはいはい。これオリジナルで、オリジナルじゃないな、前の、今までの出てるゲームでバトンタッチというシステムがあったんですけども、ね、はい、皆さん多分それと似てる、同じっていう風に、うん、感じるかと思うんですけども、うんうん、それちょっと説明するとですね、バトンタッチと違うのは、バトンタッチは、バトンタッチすると次のターン人に、攻撃力がまあ加算されていくシステムだったんですけど、そうですね、はい、シフトというのは純粋に攻撃の、剣を渡すだけです。じゃあ単純に入れ替わる、単純に入れ替わるだけ。なるほどね、はい、うん、でそれで、他のキャラクターで、弱点をつく攻撃を持っている人はこうやって表示が出るので、シフトという形で攻撃剣を、タッチすることができます。直感的でいいですね。はい、そうですね、じゃあちょっとシフトお願いします。はい、今この真田先輩から主人公にバトンタッチ攻撃が移り、掛け合いが発生するんですね。そうですね、はい、うん、で主人公の、これアシストボタン、ワンボタンで、前のゲームでもあったんですけども、弱点にたどり着くことができます。うんうん、押してみますか。弱点は狙えるみたいです。はい、今ね、ディレクターがボタン1個押しただけで、うん、持ってるペルソナので弱点をつく攻撃っていうところまで、ワンボタンでここまで表示できます。これは楽だなですね。そして画面に夢中になってたけど、ちょっとね、聞き耳立ててたらこれ新曲。そうですね、はい、
あの PV でちょっと、うん、あのもう発表はしてるんですけども、うん、あの戦闘開始の時に、こっち側に先制攻撃権がある時に、うん、流れる曲、これ新曲ですか。なるほど、はい、先制攻撃の時、はい、そうです。いいですね、ありがとうございます。で、あ、これですね、はい、じゃあ、うん、あの主人公が弱点ちょっとついてみましょう、うんうん、お、カットイン入ります。オッケー、はい、弱点で全員弱、ダウンしましたね、総攻撃ができます、うん、おお、あ、いや、なんかもう構図にすごくリスペクトを感じるというか。そうですね、はい、はい、今回ね、うん、こう、お、お、早速ここでちょっとイレギュラーでない説明したいなと思うんですが、はい、これ普通シャッフルタイムって言って、戦闘終わった後にこうやってこう一定の確率でこうなんかアドバンテージもらえるカードが選べるんですけど、はいはいはい、今回、これ、ダイアルカナって言ってて、うん、アルカナのカードがたま時々出るんですね、あのよく出るのがあのペルソナが出たりとかするんですけど、これ、ま、この場でよく出たなと思うんですが、ダイアルカナカードって言ってダイアルカナカードが今出て、これを選ぶとですね、そのこのダンジョンとかこの探索中ずっと、なんかこういいことが起きる、かなりのアドバンテージ。でこれ今、ね、書いてありますね、うん、帰るまで総、総攻撃の威力が上昇する。あ、いいんじゃないの、はい、これアルカナダイアルカナって他にも、効力がありまして、例えば、うん、この帰るまでずっと経験値ちょっと多めにもらえます。あ、それ欲しい、はい、それ欲しいな。それがちょっとそういうのがあるんです、うん、で下にこれちょっといっぱい書いてあるんですけど、アルカナバーストって書いてあるんですけど、これもね実は新しいシステムで、このダイアルカナカードをずっと引いて、そのそこにあるこう数まで、貯めるとアルカナバーストっていうのが、うん、発動しまして、うん、でさらに効果が上がるんですね。それの効果が上がるのが、アルカナバーストっていうのが起きてる最中に今出てる横のこう小アルカナって、あのいわゆるですね、その剣だったり、うん、カップだったりみたいなところがあるやつ、この効果がまたさらに上がりますっていう、ちょっとあのこう言葉で説明するとなかなか難しいんですけど、ダンジョン探索で非常にこう有利になるというシステムがあります、うん、より面白くなりますね、はい、この要素が。じゃあせっかくなんでダイアルカナ選んでみますか。それはね、もらっておきましょう、はい、ね、はい、で最後ドーンとこう締めのかっけアドが入ります。いいですね、はい、バッチリじゃん、バッチリだね、ありがとうございます。であとですね、うん、せっかくなのでこの場であのこう、新しいこう戦闘演出、うん、テウルギアっていうのを作ってみたんで、うん、これをちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。テウルギア、はい、お、振動術でしたっけね。そうですね、うん、今ですね、敵がいるかな、あの箱回収したらどうだ。はい、敵戦闘開始。ですね、キャラクターのアイコンが今あの横に画面の横にあるんですけど、うん、画面の横のキャラクターの顔の横にこうゆらゆらと動いてるあのゲージみたいなのがあるんですけど、うんうん、こちらが、実はテウルギアゲージっていう、そのテウルギアっていう技を打つために貯めるべきゲージになります、うんうん、これ溜まってるのは今順平が溜まって、そうですね、今順平くんが一番溜まってます、うん、なので、今順平くんにテールギアっていう技を打ってもらおうと思うんですが、ほうほう、このテールギアっていうゲージですね、これいろんな行動すると溜まります。で、何やってもまあ普通に一定数溜まるんですけど、あのキャラクターによって実はあのテールギアゲージを溜める増える量が量が増える行動っていうのがあるんですね。あ、キャラの個性に合わせて伸びが違うってことですか。はい、そうです、そうです、あの回復してあげるされるとか攻撃が当たるとか、キャラクターの特性によってテールギアゲージが満タンになる、あのいっぱいより溜まるみたいなのがありますので、へ、それはちょっとまたプレイし、どこかでまた皆さんに説明したいと思います。今日はあのもうテールギアをちょっとお見せしたいなの方にします。はい、はい、で真田先輩が今ちょっと攻撃をして、シフトで順平に渡そうと思います。強っ、順平にもらいます。でマックスってなってますね、うんうん、はい、とすると、ゲージじゃないですね、選ぶところにテウルギアっていうのがこう発動できるものがなります、うん、R1 ボタンですね、はい、これをこう出てますね、この全部説明。バーストスイング、はい、敵一体に斬撃属性で耐性を無視して特大ダメージ、これあの全てキャラクターごとに全部あります。はあ、はい、
じゃあ撃ってみましょう。おお、演出。あ、ここやった。これ純平くんっぽい。うん。可愛い。わあ、強いね。トータル600億。はい。これとどめ刺すとあんな感じで、本日のヒーローみたいな感じでカメラが。そうです。うん、ちゃんとこう。うん、真ん中にこうキャラクターがちゃんと表示される。あ、いいですね。あれ出ましたね。あ、出ましたね。うん、今度はあれ、うん、経験値を上げるもの、うん、それから、うん、その横のスキルカードですね。貫通ブースター。はい、スキルがもらえるもので、ペルソナ選べるもの。うん、どれ取る？これでどうですか、お二人どれがいいですか？いや、柳内氏持ってるのかな？持ってないなら取るけど。それか、俺経験値か悩むな、これ。小木さん、どれがいいですか？私はもう、単純に女の子が綺麗という意味で、ヤナンシー気になりますけれども。ヤナンシー、これはじゃあもうヤナンシーで。まあ、はい、こうやってペルソナ、うん、はい、ゲット。もしくは、ペルソナ持ってると、そのペルソナに、うん、経験値が入りますということになります。うんうん、はい。一応、そうですね、皆さんに実機をお見せしたいなというところがお見せできたんですが、うん、あとですね、ちょっとね、UI 画面、キャンプ画面ですね、これ結構皆さんにご好評いただいてるんで、ちょっとそれの中で一部、この場でこうさらっとお見せしたいなと思ってちょっと言おうかな。はい、これですね、これ、まあ、普通にスキルとか、うん、装備、あとペルソナとかそういうのを選べるんですけど、この辺、この画面は結構好評なんで、それこの下の階層のもの今どうなってんのっていうのはね、ちょっと皆さん気になるんじゃないかなと。洒落てますね。カレさん、どれが見たいとかありますか？そうだな、やっぱここはステータスも見たいけど、見せられないやつもあるんじゃないですか？そうですね。ペルソナは見ちゃっていいんですか？ね、すみません、ダメです。ダメですね、おそらくね、多分そう言われると思ったんですよ。だからなんで俺に選ばせるの？すみません。それは俺はね、見ちゃいけないものを選ぶよ。そうですね。うん。じゃあ見ていいやつは。はい、見ていいやつ。見ていいやつ。またちょっと僕の方選びますね。うん、じゃあ山口ディレクターね、スキルかな。スキル。おお、はい。スキルこんな感じ。このふにゃんと浮いてる感じですね。あとステータスもちょっとかっこいいんで見せたいなと思います。セクシーじゃないですか、なんか。うん、そうですね。グラビアポーズ撮ってるじゃないですか。結構こう ふわっと浮きながらで、他のキャラクター選んだりするとこう、ここが変わるんですよ。ああ、なるほど、そこが変わるのね。で、それを選ぶと、うん、シャキーンとこう新たな一万円が出てずいぶん書きましたな。いっぱい書いてます、うん、効果に使ってますな、はい、これがキャラクターごとに全部あり、わあ、かわいい、かわいい、これはかっこいいですよ。うん、これなんかグッズ作りたいなと思って、配色がいいですね。はい、カリとかもおしゃれだな、はい、こんな感じですね。際立ちますね、みんなのカラーが。そうですね、うん、これであとね、どこを見せようかな。システムとかちょっとどうかな。システム、はい、これん、ふわ上から降りてる。あ、ほんとだ。かわいい。そしてキューっていうのはあれなんですよね、うん、最初 その上の階層に09っていうのが選ぶ、うん、横に書いてありますね。書いてあります、ね、実は番号になってるんですよ。へぇ、システムが9なんで、その他のやつは8765っていうのがあってる。なるほど、はい、これチュートリアとか、まあ、いわゆる本当に、うん、セーブデータとかそういうところになりますね。うん、はい、で、なんかね、やっぱ気になるのがロールバック。そうですね、多分言われると思ってました。いや、だってこれね、正直ネトゲとかやってたらあんまいい意味で使われない。そうですね、これ、うん、この下の階層ちょっとこのデータだとちょっと、お見せできないんですけども、はい、本当に分かりやすく多分イメージされてるものです。はい、ロールバック、いわゆるセーブデータなんですけど、はい、ちょっと前のセーブデータ、そのちょっと前のセーブデータっていう、まあ、いわゆるオートセーブで、多分プレイされてる方だったら分かると思うんですけど、うん、やばい、ちょっと前1個戻ってやり直したいとかっていうのとか、違うの選んじゃったとか、ああいうのあるんですけど、それの時に割とセーブデータこう2個こう回しながらとかやるパターンもあるんですけど、うん、今回ロールバック入れてるんで、やばい、ちょっと1個間違えた、もう何やったらもう1個、その1個前に戻りたいとか、そういうことが結構できたりするので。どこ